お元気ですか、僕趣味です。今日はね、節分なので恵方巻きを買いました。これね、あの大きいのがね、海鮮恵方巻きでございます。あのね、やっぱりちょっとね、値段がねちょっと張っちゃったんですけどね、なんとかね、頑張ってね購入してみました。で、これ小さいのはね、納豆巻きでございます。やっぱり納豆はね、納豆巻きは、ね、小さい頃からね私は大好きでございましたからね、買ってみました。で、今回はね、これほうじ茶でございます。やっぱりこのね、のり巻きだったらね、まあのり巻きか、それともね太巻きだったらね、やっぱりお酒よりもね、こういったお茶の方がね合うと思いますのでね、そうしてみましたね。去年もね、こういった恵方巻きもやったんですけどね、3年前だったけどな、3年前はね、ちょっとね、2月2日が、あの節分っていう時もね、ありましたよね。はい。で、ちょっとこういうね、星のこととかをね、私よくわからないんですけどね、まあ、とにかくですね、素敵なね、節分を皆様、ぜひお過ごしください。以上でございます。で、またね、プロ野球カードやね、インスタントラーメンかな、カップラーメン、カップ焼きそば、レトルトカレーもね、あげていきますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。